よし、どうも、僕でーす。今いるのがあれだね。遠くて見えづらいかな。陰陽山の山頂に来てまーす。標高216メートルと、まあ、ね、結構低い山だけど。超眺めいいね。陰陽さんの今頂上展望台にやってきました。いやでも216メートルしかないからね、すごい簡単にここまで上がってこれた。でこちら展望台、天気はちょっとね、曇りであいにくなんだけど、すごい眺めがいいね。いやー、もう周りもね、すごい紅葉しててね、もう本当にね、今、秋でちょうど見頃だね、綺麗だよ。でもね、曇りの時にね、ちょっとね、あっちの方はもやがかかってたりするのが、ね、ちょっとね、幻想的でいいかなと。すげえ。こっちもね、だいぶ紅葉してるね。素晴らしい。以上、飯尾さんの展望台からでした。おりー。